この動画は台中にあるお菓子屋さん、陳にゃー龍心さんに提供いただいたコラボレーション動画になります。台湾からとても美味しいお菓子を送っていただいたので、皆様にご紹介いたします。陳にゃー龍心さんの店舗は、台中にある本店を含めた2店舗と、台北市市政府駅そばのデパート、台北統一時代に1店舗あります。この度、7月27日土曜日、28日日曜日の2日間、東京代々木公園で開かれる台湾フェスタというイベントに出展されるそうです。27日土曜日の13時頃から、私もブースの取材に伺う予定です。では、台湾から送っていただいたお菓子を開封していきたいと思います。今回送っていただいたのは、ダンジュアンというロール状のクッキーのようなお菓子です。エッグロールとも呼ばれます。ピーナッツ味と黒ごま味の2種類をいただきました。優しい色使いのパッケージがとっても可愛いですよね。こちらがショッパーバッグ。ぴったり2箱入るサイズ感がとても好きです。黒ごま味の方から開封してみます。個装のダンジュエンが8本入っていました。青い鳥のマークが入った個装パッケージも可愛いですね。封を開けた瞬間、黒ごまの香りがふわっと広がりました。厚みのある生地の中には黒ごまクリームが入っています。生地にもごまが練り込まれているので、ごま好きさんにはたまりませんね。続いて、ピーナッツ味を開封します。こちらも同じく8本入り。黄色いパッケージも可愛いです。香ばしいピーナッツの香りがします。こちらも中にピーナッツクリームが入っています。ほろほろっとした生地ですが、スティック状なので食べやすそうです。ダンジュアンを割ってみます。見た目よりも軽い生地なので、手で割ることができます。断面をよく見ると、パイ生地のように何層にも重なっている様子がご覧いただけると思います。クリームもたっぷり入っていますね。では、いただいてみます。生地はとってもサクサク。甘さは控えめですが、ナチュラルな素材の風味が口いっぱいに広がります。黒ごま味はいかがでしょう？同じく割ってみます。こちらもサクサクホロホロのパイ状の生地。そして中までクリームたっぷり。では、いただきます。黒ごま味も甘さ控えめで、ごまの風味がとっても豊かです。こちらは商品に同封されていたカタログ。写真も綺麗でとっても可愛いですね。ピーナッツ味、黒ごま味の他にも、チーズや海苔などいろいろな味があるようです。今回いただいた陳にゃー龍心さんのお菓子は日本人の口にもあって台湾のお土産にもぴったりだと思います。概要欄にホームページのリンクを貼りましたので、興味を持っていただいた方はぜひご覧になってみてくださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。